ピペリンはアルカロイドに分類される有機化合物の一つでシストラン水性体のカビシンと共にブラックペッパーの絡みの元ととなっている成分である。この化合物は伝統医学や殺虫剤の用途にも用いられてきた。1819年、ハンス・クリスティアン・エルステッドによってパイパーナイグラムの果実から最初に発見された。揮発と揮発もどきや パイパーグイネエンセにも含まれている。ピペリンやカプサイシンの絡みは、感覚神経に発現している温度受容体、TRPV1 の活性化によりもたらされる。ピペリンはまた、生体異物や、代謝産物の代謝、輸送を司る人のサイプ 3A4 や、P、グリコプロテインの働きを阻害する。ピペリンが、薬物代謝に、重要な他の構想も阻害した。 動物実験の結果が報告されている。薬物の代謝を阻害する働きにより、ピペリンは様々な化合物の生物学的利用能を向上させる可能性がある。人でクルクミンの生物学的利用能を2000%まで向上させたという報告がある。一方、薬物との相互作用が報告されており、多量に摂取すると健康被害が発生する。 可能性を否定できず注意が必要とされる。ありがとうございます。